国鉄キハ40系機動車キラキラ道の区キラキラ。道の区は、かつて、東日本旅客鉄道が保有していた、観光列車用車両の愛称である。本校では、同車を使用して運転された、臨時列車についても記述する。八の兵器で、東北新幹線に接続する観光列車として、登場し、主に、青森県南部地方と下北地方を結んでいた。 列車名、車両名は、キラキラ道の区であるが、車両のロゴタイプは、キ、ラ、キ、ラ道の区と、中黒が挿入される表記を使用していた。2010年11月28日の、さよならキラキラ、道の区下北をもって、運行を終了し、当列車に使用されていた車両は、リゾート海猫に転用された。 ねぶたのラッピングキハ48型を改造した3両編成で、キハ48,505.1506,534で構成されていた。前面、側面とも、消防に配慮して、窓が大きく拡大され、UV カットガラスの固定式となった。車内は、先頭車と中間車で大きく異なっており、 1>, 1号車と3号車は2プラス1配列の回転式、リクライニングシート、2号車はボックスシートであった。ボックスシートは背もたれを高くしたセミコンパートメントに近い構造だった。またトイレは1.3号車に設置されていた。2号車には清涼飲料水自動販売機が設置されていた。運行時はキラキラ、道の串も来た、キラキラ、 道のく津軽、キラキラ、道のく青森、キラキラ、道のく八戸といった行き先に合わせた列車名が付けられていた。区間は下記の通りに変化している。当初は全車指定席であったが2004年頃から一部列車を除いて1号車が自由席、2.3号車が指定席となった。いずれの列車も日本レストランエンタープライズによる車内販売が 全区間で行われており、駅弁、沿線の土産品の他製量飲料水、種類なども販売されていた。廃止時点の停車駅、ありがとうございます。